Hello everyone and welcome back for our second episode of Yakuza Like a Dragon. Here today I am Strictly Gaming. Just want to first of all say I hope you guys are all staying safe during this pandemic. And I want to thank you all humbly that with all your support, not only for this series but my other content as well, such as Dragon Ball, Final Fantasy. I can't do it without you guys. But for those of you who are new, thank you very much for subscribing. But for those of you as well who haven't and yet to consider about subscribing, please do help me reach that 250 subscriber goal, and also you'll be notified on all my Japanese gaming content. Anyway guys, I'm not going to keep you guys waiting any further, let's get going! Oh, 兄貴! 借金男はいたか? はい、 あれ、見てください。 あいつが平塚って男です。あいつか。知ってんすか、兄貴。まあいい、行くぞ。ああ、平塚さんや、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。 他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけりゃ財布置いて。なめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ。そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。 ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから、こういうのなんのって。お前ソープの一番か。あ、こいつと一緒にいるってことは。<笑>ヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。 てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんなで使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。 わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。<笑>ソープの一番ごときがなめた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃ、 タッグマッチで行こうぜ、兄貴。お前はレフリーだ。手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞ、グラ。Alright, not sure if that's a good idea to take on someone that is so much bigger than you. Alright, let's try attacking here. Oh my goodness, there's not much damage there. Oh god. Oh god. Oh! He just fell, guys! Alright, you know what? Tenacious Fist. There we go. I just can't help it, guys. What do you guys think so far, guys? Are you loving this game so far? And are you playing in Japanese audio or in English audio? What do you guys prefer? Leave a comment down below. Alright, nice. We've also leveled up to level 3. Alright, so everything's just gone up by 1 or 2. That's all good. <laughs>
やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんってこれ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。はい、よし行くぞ。見て、ちょっと兄貴。 Man, I really love the characters in this game. Very lifelike. どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならこれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。お手ぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のおしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。はっ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、バカがお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すいません。分かってると思うが、変な場所に出入りすんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。 Alright, so let's get going, guys. Gosh, this place looks so beautiful. So lifelike-y. Still quite a mystery about this character. I don't know a lot about him. Oh, looks like we have to catch a cab for the first time in this game.Alright, so we need to get to the Young Master's apartment complex. Alright, let's go. いねえな。おい、おい、姉ちゃん。いや、荒川正人さんは。本日はまだお見えになっておりませんが。
そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。Masato Arakawa. So it's the son of the head honcho there. Oh, he's in a wheelchair. What happened? まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて。大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。Man, I just love the cinematics in the story in this game. That's why the Yakuza games have been so famous for. Daijoubu desu ka, Waka? Daijoubu da. Mou sugu tsukimasu nde. Iya, mada iku na. Soko ni hairu. Eh?あ、はい。最新のエフェドリンだ。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いやでもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え、俺無理っすよ。やめましょうよ若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。Oh. Waka. Oh no, he's not dead, is he? Waka. Waka. Hey.
行くぞ。Oh my god, what the heck?こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、ユメノさんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと、わか、速攻話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。All right, so is something wrong, sir? Oh. Yeah, where's Yumeno-san? Hi. All right, she's over there, is she?I believe she got requested by another guest. Huh? Alright, the question about the young master's healthy. Does that mean you'll be released from indentured servitude? Yeah. I'm not that kind of slave. This is an important job. So why would he need a yakuza like you following him around? Alright, yeah, that's right. Where's Yumeno?Oh. You know how many bottles we bought last week on Christmas? Masato-san ordered them, not you, right? Alright, looks like we have to go look for her ourselves. No idea what she even looks like. It's alright, that's the beauty of it.Yumiko.All right. Hang on, that's the restroom. I don't think she'd be in there, right? Oh, her. Nope, it's not her.Must be one of the, hold it, this one. Nope. Put her. Wrong person. Uh-oh. Not really spoken to him. Oh, maybe she is in the restroom. Nope.ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。
何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せてんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつは。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。Oh wow, he's rejecting it. 結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。Oh, he's part of the Tokyo Police Department. Is he undercover? 名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあ、この女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢乃さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢乃さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎、よく来るのか。いや、初めて。で、夢乃さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その。早くしろ。I just can't help but laugh. This character is a lot of fun. なにそれ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも
店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え、コーラ。That's embarrassing. 一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだこいつは。いや。あ、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。Oh wow, that's a beautiful watch. Sekkai. Usso. Ko, konna no? Sasuga wa ore no onna da. Kachi ga wakaru nda na. Ah, iikura sun no? Mansion 1個くらいだ。と言っても、庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。はい。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。Alright guys, so she's obviously a double agent here. ちょっと一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃ、せいぜい巻き上げてやれ。わかった、じゃあ後で。
若、いつからそこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。Poor guy, man. Arike, Waka's 付き添い終わりましたか。なあ。劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。Alright guys, I know this is all about all cinematics here, there's not a lot of gameplay, but I think this is where I'll be leaving it off here today. But if you're enjoying this cinematic sequences and gameplay of Yakuza Like a Dragon, please smash that like button guys, and don't forget to subscribe and hit the bell notification so you will be notified on all my video upload on this series. I will be doing a full walkthrough on this and I'll be playing right up until the end. But if you're enjoying this cinematic sequences and gameplay of Yakuza Like a Dragon, please smash that like button, guys. And don't forget to subscribe and hit the bell notification so you will be notified on all my video upload on this series. I will be doing a full walkthrough on this and I'll be playing right up until the end. But for now, I just want to say thank you very much if you watch up to this point, and I will see you all on the next mission. Bye for now.